こんにちは。脱力系マクロミチャンネルのやちゃんです。今回紹介するのはスティックタイプのかぼちゃのチーズケーキです。先日ココナッツミルクで作るクリームチーズっていうのを紹介しているんですけれども、この香りと濃厚さがかぼちゃにめちゃめちゃよく合うんですね。ハロウィンも近いですし、スティックタイプにしてプレゼントもしやすい形状にしてあります。クリームチーズは水切りした豆乳ヨーグルトや豆腐で代用することもできます。よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によく、アレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.ではまずボトムの方を作っていきます。お好きなビスケットやグラノーラを砕いて使ってください。今回私はグラノーラを使いますので、フードプロセッサーで砕いていきます。細かくなってきたらココナッツオイルも加えていきます。では型に敷き込んでいきましょう。12cm×15cm の四角い型に入れていきます。これで約ね 2cm×12cm っていうスティックが7本取れる分量になっています。四角い型がない場合は丸い型で作ってももちろん大丈夫です。 15cm のね丸型とほぼ同じ分量になります。上からラップをかぶせて平らにならして、型の側面にはね油を塗ってあります。と四角い箱みたいのがあったら、こういうもので押すと平らにならしやすいのでおすすめです。はい、でそしたらこのまま冷蔵庫で冷やしておきましょう。続いてかぼちゃは一口大に切って、全体に塩をまぶします。皮を下にしてお鍋に並べます。このまま10分ほど置いておきます。はい、10分ほど経つとこんな感じで表面に水分が上がってきます。この水分だけで蒸し煮をすると野菜の甘さが凝縮されて美味しくなるんですけれども、かぼちゃだとこれだけだとどうしても火が通らないので、少しお水を足します。2ミリくらいかな、お水を足して柔らかくなるまで弱火で蒸し煮していきます。柔らかくなったら皮を剥きます。フードプロセッサーに入れて、ココナッツクリームチーズ、レモン汁、てんさい糖、甘味料はメープルシロップやアガベシロップでも大丈夫です。またかぼちゃの甘さによって調整してくださいね。そして粉末のくず粉、くず粉はなければ片栗粉でも、あとね米粉とか小麦粉でも大丈夫です。これをよく混ぜます。滑らかになりました。そしたら先ほど冷やしておいたボトムの部分流し入れていきます。空気を抜いて平らにならして、170度に予熱したオーブンで焼いていきます。焼き上がりました。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れてしっかりと冷やします。一晩くらい置いてもいいと思います。はい、冷蔵庫で一晩冷やしました。ではね、型から抜いていきたいと思います。
いい感じに焼けてます。完成でーす。はい、では早速試食いってみたいと思います。ココナッツの香りがあんまり気にならなくなるというか、なんか2つの香りが混ざってすごく複雑で大人っぽいね、チーズケーキの味になってます。レモンの酸味も効いてて、ちょっとね甘酸っぱくってめちゃめちゃイケてます。ハロウィンも近いですので、ぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。